ンンギャルプンワンギャャルルはチベットバタン出身の革命家中国語表記では、平螺草をすぐる、あるいは平螺草佐完結。通称、ひらひろし。解放という、名の中国人民解放軍による、チベット侵略への抵抗。チベット共産党の決闘。大チベット構想を打ち立てる。調整中に、チベット東部を通過した中国共産党の影響を、受け。 東チベット自治同盟を結成、雲南との国境地帯で中華民国の支配に対する武装放棄を起こした後、中国支配に抵抗した英雄として、チベット貴族支配下にあるラサで公然と反体制的な活動を行う。この時すでに中国共産党員であり、民族派的マルキストだったという。日本ではチベットに滞在した日本人、 木村久夫の著書に登場することで知られ、木村とは親しく交流していたようである。木村は明治維新を革命モデルとしてチベットに適用するアイデアを彼に提案し、彼は明治憲法をモデルにチベットの新憲法の草案を練っていたという。1949年、保守派貴族によってインドへ追放される。帰国後、中国共産党の歌舞伎に組み込まれるが、 文化大革命では民族主義者として弾圧を受け18年間投獄される。文化大革命の終焉とともに政治の表舞台へ復帰し、全国人民代表大会常務委員、中央民族委員会副主任などのポストを歴任する。結果から見れば彼はチベット共産化を手助けした人物ということになるが、彼が求めていたのはチベット政治の革新であり、 中国化の推進が目的ではなかったことは明らかである。また、カム地方がチベット政府の圧政に苦しんでいたことも彼の思想、行動と無縁ではなかったと思われる。なお、現在の彼の主張は中国からの独立ではなく高度な地方自治を求めるものである。ありがとうございます。